どうもこんにちは、心理法則の専門家修司です。今回はですね、インスタグラムマーケティング、今流行りのね、のインスタを使って、どのようにしてね、投稿していけばいいのか、具体的な投稿頻度であったりとか、あとはね、具体的な投稿の時間だったりとかね、こういうところも皆さん気になるところだと思うんですけれども、こういうところについてもね、お話していきたいなというふうに思います。で、このインスタグラムっていうのを使って、これから物販をしていきたいという方であったりとか、これからね、お教室への集客をしていきたい、コーチ、コンサルセラピストされている方の自分自身の講座への、ね、集客をしていきたいという方とか、そういうね、あらゆるその集客という目的として、このインスタグラムのマーケティング、インスタグラム集客をね、やっていくと、実践していくということが、非常にこれから伸びていくと。で、まだね、比較的ライブルが少ないうちに、今のうちからね、このインスタグラムマーケティングを仕掛けていくっていうのがね、すごい、これからね、今個人で活動されている企業家の方、フリーランス、個人事業主にとってはですね、それは大手、中小企業さんとかでもそうですし、今ではですね、この大手企業っていうのも、このインスタグラムっていうのをね、ものすごい、注目していると、いうわけなんですけれども、このインスタをね、使って、どのようにして、投稿していけばいいのかっていうね、お話について、お伝えしていければなというふうに思います。で、このインスタマーケティングなんですけども、投稿頻度ですね。投稿頻度。で、投稿頻度と投稿時間、あと投稿内容ですね。投稿内容に関してなんですけども、基本的にですね、投稿頻度は、これ Facebook と同じです。1日1投稿が、ベストってことですね。これ、皆さんなんでかわかります？なんで、これ毎日投稿しなきゃいけないの？ブログも当然毎日投稿した方がいいよっていうのはね、よく言われてることだと思うんですけども、なんでそれをやらなければいけないのかっていうのを理解しておくっていうのがものすごい大事なんですよ。で、これ結局ですね、人間っていうのは、今よくザイオンス効果って言われるものがあるんですね。ザイオンス効果。聞いたことある方も多いと思うんですが、このザイオンス効果っていうのは、基本的に人間っていうのはですね、例えば、同じものをですね、それは音楽でもそうだし、物とか情報もそうなんですけども、3.5 回の法則と言われてですね、これがいわゆるザイオンス効果というものなんですけども、1回目にそれを見ます。で、2回目にそれを見る。で、なんか見たことあるなと。で、3回目にそれを見たときに、あ、なんかこれもしかしたらちょっといいかもっていうふうに思って興味を抱くっていうようにですね、人間っていうのは同じ対象物に対して3回から4回それと単純な接触を重ねたことによって、だんだんその対象物に対して好意を抱いてしまうっていう、そういう心理法則があるんですね。で、皆さんもですね、学生時代に恋をね、されたことももしかしたらあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その初恋の相手っていうのは、おそらくね、中学校とか高校とか、小学校とかでね、同じクラスの子が子だったっていう場合が多いんじゃないかなというふうに思うんですよ。それは同じクラスでね、もしくは全くの他校の人とか、全くのね、自分と全く接点のない人が初恋の相手だったっていう場合は、極めて少ないと思うんですね。それはなぜかっていうと、同じ教室、同じクラスのですね、男の子もしくは女の子とですね、毎日顔を合わせてますよね。で、その接触回数がやっぱり多ければ多いほど、そのね、人物に対して好意を抱いてしまうというのは、やっぱりその人間の心理的にもね、そういう自然な摂理なんですね。で、じゃあそのザイオンス効果っていうのを、今マーケティングでもですね、ものすごい取り入れられていてですね、で、CM とかもそうですよね。音楽とかもそうなんですけども、例えば、じゃあ好きな音楽、M ステで見ました。ね。ああ、なんかこういうアーティストがいるんだ。ふーん。で、その時は終わるんですよ。でも、それと同じ音楽を、例えば翌日コンビニに行った時にまた聴きます。あ、これなんか M ステで流れてた曲だなと。で、次にですね、今度また旅行先で、お店流れてた曲を聴いて、あ、これこの間と聴いてた曲だと。いうふうにピンとくるわけですね。で、3回から4回目ぐらいで、なんかこの曲いい曲だなって思って、あ、CD 買ってみよう、音楽ダウンロードをしてみようっていう風にね、いう形で音楽をダウンロードするわけですね。これは実は音楽でもです。業界でも意図的にこういう、ザイオンス効果っていうのをマーケティングには取り入れてるというわけなんですけれども、裏側言うとね。で、これは実際に投稿でも一緒なんですよ。Facebook でもですね、Instagram であったとしても、やっぱり毎日投稿している人っていうのは、フォロワーさんは毎日その人のとこ見るわけですね。例えば、僕がね、今日投稿しました。あ、北野さんという人がこういう人投稿してるんだ。ふーん。で、翌日また投稿します。またね、翌日夜9時にこういう投稿が流れてくるわけです。僕から。あ、この人また投稿してると。で、翌日また見るわけですね。あ、またこの人投稿してる。ちょっと読んでみよう。っていう風になるんですね。で、だんだんその人に興味を持っていただいて、その人に対して好感を持っていただく。そして、最終的には信頼していただいて、そして商品をご購入していただけるっていうね。
まあ、それがね、このザイオンス効果というものなんですけれども、そのザイオンス効果、つまり単純な接触をどれだけ繰り返していくか、これがすごい大事になってくるわけですね。で、これが結局は信頼関係を構築するしていく上でも非常に大切な、まあ、考えになってくるわけなんですけども、それを活用するためのこの1日1投稿ですね。なので、1週間に1投稿しなきゃいけないとか、3日に1回しか投稿しないとですね、その接触のこの回数ってのは減るわけですよ、ね。すると、リーチできるね、層っていうのも少なくなってしまいますし、結局、その1日1投稿している人の方が早くね、やっぱりそのお客さんと信頼関係を築いて早く集客できるということになりますので、なので、1日1投稿はぜひやっていただきたいなというところですね。で、まあ、投稿時間なんですけども、これ実際インスタのデータに出てるんですけれども、インスタ社が出してるデータ、まあ、これ Facebook もね、データに出るんですけども、実際とインスタグラムが一番見られてる時間、一番ね、アプリが開かれている視聴時間が、っていうのがありまして、それが1日の中で大体まあ21時前後っていうふうに言われてるんです。で、じゃあですね、21時に投稿すればいいのかというとですね、必ずしもそうではないですね。21時前後っていうのは皆さんがたくさん投稿してるので、自分の投稿が埋もれてしまうって可能性もあるんですよ。なので、21時ちょい前とかね、20時とか、あるいは19時とか18時とかに投稿するのがいいのではないかなというふうに思います。で、それはなぜかというと、実際21時とか22時に投稿してもですね、他の人の投稿と一緒に埋もれてしまうっていう場合もありますし、あるいは夜遅くにね、投稿してしまった場合には、夜中にですね、自分の投稿っていうのがだんだんフィード下の方にね、やっぱり夜中のうちに埋もれちゃうと。じゃあ、一番マックスでこの21時あたりに、ね、たくさんのユーザーが開いてもらえる時間に見ていただき、なおかつ、たくさんね、その視聴回数を稼ぐためには、だいたい18時から20時の間くらいに投稿することによって、だいたい18時から夜の23時ぐらいまでの間でたくさんのいいねをもらうことができるんですね。で、しかも、18、19、20時っていうのは、まあ他の人もね、そこまでたくさんみんな一気に投稿するっていうわけではないので、まあ比較的上位に上がりやすい。なので、まあ大体まあ目安としてはね、まあ、18時前後っていうのがまあ一個の目安にはなります。ただ、ここで気をつけておいていただきたいのがですね、絶対的な投稿時間、何時に投稿しなきゃいけないっていう絶対的な指標はないってことですね。指標、目安はない。あくまでってことです。これどういうことかというと、あくまで、目安はない。あくまで、あなたのターゲット層の人が、あなたの見込みのお客様が、何時にスマホを見ているかっていうのを、まず、リサーチして把握しておくっていうことが大事になります。なので、あなたのターゲットが、例えば午前中に携帯を見る人が多いよとか、お昼ランチ終わった後に携帯を見る人が多いよとか、OL さんとかね、いう場合とかは、であれば、あなたの場合は、14時に投稿した方がいいですよねってことになるんですね。例えば、OL さんをターゲットにしている場合であれば。あるいは、お母さん世代をターゲットにされている場合であれば、例えばお子さんをね、幼稚園とかにお迎えに行って帰ってきた後の朝9時とか10時とかね、旦那さんをお見送りした後の朝10時とか9時、10時ぐらいにスマホを見るよっていう場合がターゲットであれば、まあ、午前中に投稿した方がいいとか、っていう形になるので、あなたの見込みのお客様、ね、あなたの見込みのお客さんがスマホを見ている時間、特にインスタを見ている時間を狙えってことですね。時間に、投稿していきましょうと。というのが、目安になります。はい。そしてですね、まあ、投稿内容という形なんですけども、投稿内容はですね、やはり、今実際に私もらでもですね、自社でもうたくさん数十アカウントってアカウント、実際に自社で運用して、それで実際にですね、今ハッシュタグ分析だったりとか、いいねとか、一番反応率が上がる投稿の仕方であったりとかで、日々ね、データを取ってですね、分析してるわけなんですよ。で、よくいるんですよね。インスタグラマーの人で、たまたま自分のアカウントで爆発的に伸びて、インスタグラマーになれて、たまたまそれでインフルエンサーの講座やってますとか、結構感覚的にマーケティングを教えてますって人も結構多いんですけども、それだとですね、実際再現性があるかないかって言ったら、ないわけなんですね。それはその人だからできたっていう場合もあれば、その1アカウントがたまたま伸びたっていう場合も結構あるんです。例えば2年前だったらね、あんまりそんなインスタグラムを感覚的に使ってても、1万フォロワーとか2万フォロワーいけたっていう時代があったんですけども、今現在っていうのはですね、まだインスタグラムこれから伸びていくんですけれども、これからより具体的にノウハウとしてね、よりちゃんとしたマーケティング分析をしていかないと、インスタグラムのね、フォロワーっていうのを増やすことがなかなか難しいと。ただ、今ものすごいチャンスで、だからこそね、参入障壁っていう意味でも、まあ、他の人がね、まだ参入していないので、今がチャンスと。いう中で、実際我々ね、データを取って分析したノウハウというのがある。なので皆さんは、その
皆さんは、ね、そんな小難しい分析とかにものすごい一日中膨大な時間を使ってやっていただくって人は一切ありません。その皆さんの代わりに我々がそのノウハウを構築していったものを、皆さんにお伝えさせていただいているわけなので、まあ、そこはね、ご安心していただければなというふうに思うんですけども、まあ、この投稿内容っていうのはね、我々が実際に分析してきた中で、やはりですね、これはまあ同業他社のリサーチっていうのから始めていただきたいんですね、同業他社の人たち。例えば、ダイエットをやられている方、ダイエットコーチをやられている方であれば、実際にダイエットっていうハッシュタグで検索していただいて、実際にそのね、他社のライバルがどういう投稿をしているのかなっていうのを投稿のテイストを調べてみるとか、あとはフォロワーで1万人いっている人をピックアップしてみて、フォロワーで1万人いっている人っていうのはどういうテイストの投稿をしているんだろうっていうのを、例えばダイエットされている方であれば同じダイエットをやられている方の投稿を調べていただく。お教室をされている方、ハンドメイドをされている方であれば同じハンドメイドをされている方ですごい伸びてるね、アカウントを見つけていただいて、その投稿のテイストをリサーチしていただくとか、っていう形で、実際に調べていただく。で、その投稿に合わせた形でモデリングですよね、やっぱり。このインスタグラムもですね、やっぱりマーケティングっていうのは、まあビジネスはすべてパクリから始まると。まあ、あのかの有名なね、某有名なライプっていうね、ライプっていうね、あのダイエットね、有名なその会社ありますけども、あそこも結局はですね、他のね、昔あった、ある会社のね、やり方をそのままモデリングしてるんですよね。だからどんな大手企業であったとしても、東証一部上場企業とかも、やっぱりビジネスって組み合わせと組み合わせでアイデアが生まれると。で、それは結局モデリングなんですね。A さんのアイデアと B さんのアイデアをうまくモデリングして自分の色にしていく。なので、このね、ぜひモデリングっていう思考をね、ぜひ持っておいていただきたいなというふうに思います。まあ、簡単に言うと、自分の頭で考えないってことですね。これがすごい大事だよってことですね。なので、ぜひね、この投稿内容をしっかりとリサーチしていって、やっていただきたいなというふうに思います。はい。でね、また具体的な投稿内容とかも各業種に応じてもやっぱりアドバイスだったりとかっていうのも若干異なりますので、そこら辺に関してもね、もし質問したいよっていう方は、まあ私もね、LINE アットで15分無料相談受け付けてますので、ぜひね、こちらの LINE アットでね、これアットね、お忘れなく、アット周知で、LINE でね、検索していただいて、無料相談とね、一言、メッセージください。そしてね、10月21日には、インスタセミナーもね、やります。で、これは、弊社でね、実際に数字アカウントを回して、分析して構築した最先端のね、インスタのノウハウに関して、東京でね、ワンデー限定で、一切に出しても示せずにね、公開していこうという形のね、まあ、皆さんに対しての、まあ、恩返しのセミナーになります。で、こちらもね、ぜひ興味がある方は、LINE でね、インスタセミナーと一言メッセージいただけましたら、詳細をね、送らせていただきますので、ぜひね、こちらもご参加お願いします。はい。ではですね、次の動画では、実際にこのストーリー機能っていうのもね、すごい重要になってきますので、そちらについてもお話していきますので、そちらもね、楽しみにしていただければなというふうに思います。では、本日もね、最後まで動画を見ていただき、本当にありがとうございました。失礼いたします。